そうそうそう。なんで言ってたんかなと思って。なんか細かいこと。何？細かいこと言っとったやん、君、君が。あのしてなさ、くね、君笑、まず俺してにない、質配管問違い一しつ、てきたどっちもこと読んで。は、半下太郎さんになんで喧嘩売ったんですかって言いましたよね。これだから関半西下人太郎は。さんをバカにしてんのって言ってああ、ね。バカにしてるって言いましたよね。あ、で、どこがバカにしてるか教えてください。エキシビジョンマッチと、エキシビジョンマッチって言われてるけど、はい。普通に国際大一会で人もあんぐらいま変わらへ体んも読みやん。切ってよ。向こうの国同消え士てるやからから。一緒やし。やのになんか、こなんいでつそんな詐欺細師かにいもこやとつでらっ君て。がなんかいちいちまだなんか炎上させとんかなと思って。すいません、ちょっともう一回聞いていいですかね。はい。日腐本語るんだ通よ。じるかわかんないんですけど、はどこら辺がバカにしてるのか教えていただいていいでしょうか。い。あ、どこら辺がですか？はい、僕が聞きたいのはまずそこなんで、はい。そこちゃんと答えていただかないと、キャッチボールができないんですよ、エキ会シ話ビジョの。ンマッチと世界大会で一緒なんですねっていうツイートい見や、て。半下太郎さんに対してなんでバカにしたんですかっていうことにバカ対にししてないて、全然、何笑う。でバカ特にし大たのん狙いと、にはめ何かけがてバた、カ我に々。なってるのだかっから、エてキシ思っビジョンマッてチと世界大会で一緒なんですね。勉強になりましたって言っとったこと、バカにしとうやん。て。え、どこら辺がですか？ その前のツイートで、なんそかの前のツイート、だから半下太郎 さんエをキバシビカにジョン。したのはどこなのかを今聞いてるんですよ。話を変ムルえないと。FPS もアジア大会出てところで、で、はい。その後にもなんか世界大会で一緒なんですねって君が言ってたじゃないですか。バルサさんがね。半下太郎さんに僕が送ったのは一文章しかないですけど。詐欺師頭悪いのかな？でもお前が空中リプで言ったんじゃん。自然に劣空勢中のリプで言っ相と手。うから半下太郎が反応したんじゃないの？何？だから半下太郎が反応してんじゃないの？え？僕が半下太郎さんをバカにしたのは具体的にどの辺です指摘しか？て攻撃あ風の船人間に違えちゃ僕ったがリな。プをこんなの言い合ってもしょうがないよ。君矢印バルサさん矢プ印じゃなくて、丸、お前が空中最リプで言っ前たか線ら中半下の太郎悪がくな反応してんじゃないの？僕が空中リプで半下太郎さんに対して言ったと思ってらっしゃるんですか？半下太郎やその FPS のみんなに言ってるから、半下太郎とかその辺の周りが反応してんじゃないの？え、だだからから、僕がどの辺、半下太郎さんをバカにしたんですか？さっきから言ってる論点ずらさ勘ないで違いもらっ恥ずたかしい、てもうず笑らしてないとか、半下太郎も反応してるってことは、世の中そのは放 FPS 送と大か、会そういうだよ。関連まのず周のりに国言っはた半言っ下て太るっ郎てへこのとや。何なんだろう。だから半下太郎が反応してるんや。だから FPS 関連とかに言ってるから、半下太郎も反応してるんじゃないだの？からどこら辺が半下太郎さんをバカにしてるんですか？だからそこは君がリプライ送ったとこやって。僕が半下太郎さんにリプライを送ったらバカにしてるんですか？リプレイ送っとうとこがバカにしてんなと思ったから今日突しに来たんですよ、僕バカが。にしてるつもりはないんですけども。いや、バカにしてるよう半な下感太じじゃん。郎さんがおっしゃってるんですか？バカにされてるって。いや、バカにされてるような感じやから俺が来てんて。バカにしてるんちゃうの言うて。してません。だからどの辺がしてるんですかって今聞いてるんです。だから君がリプレイ送ったところです。自分のリプレイ送ったとこもわからないですか、あなたは。わかりますよ。いや、わかりますよね。は自分が書いたことも読めないんですか、じゃあ、あなたい。読みは。ますよ。いや、読じゃめある、なんて読んで書いみててありくだますさか？い。読めるんだって読んでみていくや、ださなんて書いてあるか読んでみてくだい。いや、さい。さっき言いましたよね。なんて？あなた、日本、あなたこそ話聞いてないんじゃないですか。何をですか？だから言ったじゃないですか。液晶マッチと世界大会って一緒なんです。勉強になりました。おめでとうって言ったんですよ。え、だその通りじゃないですか。違います？その後もビー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 言ってるやん、君が。空な中んリプ。て言ってますか？空中リプでなんか言ってるやん、お前。空中リプで僕なんて言いました？世界選手権大会は何々と何々で、ああ、各地僕でなんか開それ、ウィキ読んだだけなんですけど。催。いや、お前がなんかそういうなんか、ことツイートしてなんかな。言ってるやん。喧嘩に来てるんですかね？話に来てるんではなく、喧嘩に来てるんですか、これは。そういや、う。普通にバカにしてるかなと思って質問しに来た。質問しに来てる相手に対して、お前とか君とか言うんですか、あなたは。言うで、全然言うで。なんか文句あるん。ははは、文句頭あ悪いるん。ですね。頭悪い。なんであなたに頭悪いって言われないといけないの？君はおっさんだよね。おっさん、じゃあ君、年収何ぼある？年収わかんないっす。わかんない答の？える意味がないと思うんで。はい。じゃあお前さ、あれなん？じゃあ、はい。300万いくの？え？300万いくんですか？ちゃなんんと。で？答だえる必要をおっ教えさんてほやん。しいな。300万いくんいかへんの？だから答えてみてよ。頭悪いとか言うんだったら、その頭悪いやつで稼げるのかどうかって聞いてんだよ。え、それ関係あります？今の話と。関係ある、関係ある。頭良かったら稼げるやろ、お前。そんだけの頭回れねえの？あ、じゃあ稼いでますよ。じゃあもう300万いくんって言っとんの。今度は行ってきますよ。何あ、ですそうか、や。それで。いや、別にいいわ。終わり？いや、別にじゃあそれで300万稼げないと、じゃあそれでいいわ。いや、で、なんで俺が頭悪いって決めつけとん？頭悪いってなんで決めつけとん？面白いですね、サタネアンさん。そうっすか？サタネアンさんって何の人なんですか？
何の人 ?FPS の人ですか ?FPS の人ですよ。何の FPS やってらっしゃるんですか？え、CSGO やってますよ。CSGO? はい。元からですか？元からじゃないです。元は何やってたんですか？アバ SF2CSGO。CSGO。アバですか？アバから SF2 映って、そこから CSGO ですね。はい、その CSGO 映った理由って何なんですかね？SF2 の人口が減ったんで、もう無理だなと思って。SF2 ですか？SF2 の人口が減ったんで無理だなと思ってきました。そのアバやめた理由って何ですか？アバはなんかつまんなくなったし、運営に嫌われたんで。え、どうしたんですか？いや、運営に嫌われたから。何したんですか？いや、アカウント共有でバンされて。アカウント共有？で、デトネーターいるじゃん。はい。デトネーターでさ、チート使ってもバンされてないのに。はい。理不尽だからやめた。え、デトネーターチート使ってんすか？チート使ってるやついるよ。え、誰ですか？もうそいつ抜けたけど。自分から抜けたけど。マジっすか？あ、マジやってこれ。え、それ本当っすか？本当やから、マジやって。言っとやんけ。え、それみんな周知の？え、みんな知ってる、みんな知ってる。へぇ、ジャストジャストってやつ。全然わかんねえ。マックスジャムが頭下げて、爆破メンバーに、はい、文句言って、それでやめてん。はぁ、なるほど。それとか、なんかその有名人と絡んでるやつとか、はい、お指出てるやつは、アカウント共有してもバンされへんねん。マジっすか？うん、で、俺はアカウント共有してバンされてん。ひどくないっすか？そうやで、アバ気悪いで、だからやめてん。ね、アバはだからもう風評被害与えまくるから俺20万課金したのにバンされたから。うわぁ、そうだからやめて SS 来たんだよ。はぁ、あ、で SS 人いないんだ今。そう全然いないわ。はぁ、あ、ディライズとかも CSGO 映ったじゃん。はい、ウィープルも、はい、で CSGO やってるけど、まあ最近はあんまやってないね CSGO。 はい、最初の1ヶ月やってたけど。はい、バルサも最近始めたばっかやろ。そう、最近始めましたよ僕も。そうバルサが始めるちょっと前ぐらいな。でももう最近やってないわ。MM とかやってんすか？ MM やってるけど、なんかいつも2人ぐらいでやるんだよ。うん。でもなんか、野良3人で、野良3人外国人でなんか、うん、武器落とすのも分かんないやつばっかりイライラして、あ、発狂しながらやってるわ。ちなみに階級は？いや、階級は AK から下がって、ノバスリー今。うわぁ、マジだ。それ大変っすよね、味方が。そう。わかりますわ。え、普通野良入れてたら勝てへんやろ。なんか俺、うん、バルサってフレンドやねん、チーム。フレンドやろ。マジですか？うん。はいはい、はい、お前バッチやったやろ、最初。バッチ。今知らんけど。今でもバッチっすよ。あ、今バッチなんや。よかったら今度 MM 一緒にやってくださいよ。いいよ。お願いしますか。なんで会計行くじゃん、そんなんいいよ。俺、ノバスリーやん。え、大丈夫っす、俺もバッチなんで。バッチなんでって、バッチ高いやんけ。いや、わかんないです。バッチがどんだけ高いか僕わかんないんで。あ、そうなんや。はい。いや、でも誰やったっけな。もともと GO やった人がなんか、バルサは。はい。なんかお前結構叩かれてるやん、周りから。まあそうですね、多分 FPS 界一番叩かれてます。でも CSGO のやつ普通にお前結構やっぱ FPS できる子って言っとったで。マジですか？褒めとうと思ったからさ、言うたらさ、はい、まあ、あんまいらんこと言わん方がええと思うで。お前それは間違いないです。そう、周りのやつもだってお前が実力認めとう人は認めとんねん、はい、アンチもたくさんいるやん。はい、文句もやってるけど、まあ、そういうことも言おうと思ってきてん今日は。間違いないです。そうはい、めっちゃ上から、うん、上から何があるんや。周りから見て思ったこと言っとんねん俺は。確かに。そうだってお前に結構人気もんやん、フォロワーも多いし。間違いないですね、いろんな意味で。そういろんな意味でな。うん、まあまあこんぐらいかな。なんか聞きたいことある、バルサさんは？いや、僕はなんか最初ちょっとただなんか文句言いたい子供かなと思ったんだけど、はい、まあ、なんか意外と話したらまともだったんで。あ、なるほど。いやいや、言いたいことはすごい分かってるんですけど、はい、こっちも。ああ、そうなんですか。こっちは本当、そのハンゲ太郎をさ、バカにしてるつもりは一切なかったから。そうなんだ。うん。周りの空中リップとか見てると、バカにしてるんかなと思って、で、この前も炎上してたんですよ。はいはい。この前は黙ってたんですけど、なんかとりあえずもうなんか、もう毎回暴れるし、なんか、ちょいちょいリツイートで回ってくるから、そろそろちょっと突しに行こうかなと思って、今日は突しに行ったんですよ。いや、ありがたいね。そうっすか？うん。でも、ほんまに周りの子は、僕の友達とかは、バルサさん上手いって普通に言ってる子もいるんで。うわ、マジか。そう、ファンもいると思うから、もうちょい周りの目も見て、うん、有名人なんだから、もうちょい改めた方がいいと思いますよ、そこは。間違いないね。うん。まあ、言いたいことは僕それだけです。うん、わかった。はい。まあ、ってことで、まあ、じゃあ僕は落ちますね。うえ、アズリありがとう。お疲れ様でした。ね、まあ、大会頑張ってください。はい。お互いに。はい。結局いいやつやんけ。最初のあれ何なんだよ。最初のあれ何なんだよ。うん、論破されてから話題を変えるの何なんだよ。でもまあ最終的に面白かったからいいけどよ。